その通りかな。にしてもいくら手の甲とはいえ、転校初日に男にいきなりキスするなんてクラスで浮きそうだが大丈夫か？信じらんない。あ、やっぱり彼女と知り合いだったんだ。我が家なのに、どうしてそんな。パンジーちゃんとコスモスさんにも教えてあげよう。俺は学校で浮くことには慣れてるから問題はないがな。うわぁ、こっちくしょう。そっか、あの時椿ちゃんとジョーロの間にそんなことがあったんだ。だから助けてもらったお礼に、キサラギアマツユ君にたっぷり無償で恩返しをさせてもらうつもりかな。やるじゃないか、ジョーロ。いって、たまたまだよ。どこまであの得意点は暴走を続けるつもりだ。信じらんない。ん？何よ。もしかして君もキサラギアマツユ君に尽くしたいのかな。そんなわけないでしょ。尽くしたいとかありえないし。そっか、僕の気のせいだったかな。あ、当たり前でしょ。だいたい私はこいつに興味なんて全くないの。それにこいつだって私に興味持ってないわよ。そうよね。おお、何ないのよ。すみません。はい、